小さなお子様からベテランファンの方まで、新しい生活様式に合わせて楽しめるレンタルレイアウト店、TB グループを運営する、那由他工業の提供でお送りいたします。メガネって買い替えってあるのかな。一緒あ、そういう時はあれだ。あ、ちょうどいいとこ行った。はい、ちょっとそこ座って。はいはい。なんかさ、メガネの調子悪いんだよ。あれ、なんか撮ってるの。あ、撮ってる撮ってる。おこんにちは、なゆきちです。いきなりそう来るかい。こんにちは、みゆきちです。ちょっとカメラ見るとね、相性良くしちゃうのが条件反射なので。あ、最近俺らそうだよね。そうですね、ミヤマイ TV の時間がやってまいりましたって。今日何の歌？あれ、これさ、あなたから渡された説明書。説明書、はいはいはい。文字がさ、小さすぎて見えないんだよ。あ、小さすぎて読めないのね。あ、よかったです、安心しました。ミヤキシ、字が読めないんじゃなくて字が小さくて読めないみたいでね。おい、認めたくないものが僕こそ言うじゃないよ、老眼鏡なんだから。だから年の年で年齢と思うの。生えるけど伸びない、あれ伸びるけど生えないんでしたっけ、どっちでしたっけ。まあそれだけは置いといて、うん、だってそういう年の人ですからね。だって今こうやって撮ってる最中もちょっとカメラに注目、ほらさんぜんと輝いてるじゃないですか。もうこれだけの年ですから、そりゃ若さゆえのって言われても困ってきますよね。でその老眼鏡がどうしたんですか。老眼鏡がうるさいよ、2回言ういやだから、僕なんかさ、ほらなんかちょっと最近変、自分ね、悪くなってきたのかな、合わなくなってきたのかなとか、そういう字が読めなくなっちゃったんじゃなくて、字が小さくなって読みにくくなっちゃったのね。いやいや、やっぱりこうなっちゃうさ、こうなっちゃう、ね、模型をほら、作ってもらってね、うんうん、で、やっぱり最近のほら、読書でこういうのやってさ、長期に使ってたのよ、こう3、4年で。おー、はい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 。で、なんかさ、こう特にこう小さいんだとさ、いや、どうしようかなみたいな、ほら。いや、これね、3、4年はね、ちょっとね、調子よく使いすぎですね。大概一般的なキャリアグラスって呼ばれる、いや、皆さん、ここポイントなんです。眼鏡認定士。読んだりするときと、模型作ったりするときと、ちょっとその辺見るときでは、見ようとするものの距離が違うんです。違うよね。人間の目玉ってね、すごい便利にできてるんですよ。例えば、この距離とかね。はい、この距離とか、うん、でその辺とか、はい、で目線が移動した時、こっからあそこへ、あそこからこっちへって言って移動すると、その距離に応じてね、人間の目玉が勝手にピント合わせをする。オートフォーカスだ。オートフォーカスですよ。そのピント合わせ機能っていうのがこううまくいかなくなっちゃうのが、いわゆる老眼って言われるものなので、うん、結局どの距離にピントを合わせたいかによって変わってくるんですけど、難しいんですよ。鉄道模型で細かい部品つけるときって、もうこうやってこうやってこうやるでしょ、この距離なんですよね、うん、でも出来上がった車両がこれを車両やったとしたら、こうやってやったと、おお、できた、まっすぐついたかな、おお、ちゃんとついてるね、大したもんだよって、こうやって見た後、どれどれ、おおってやるじゃないですか、はいはい、同じ机の上でこう作業していながら、ここからここまでってだいぶ距離違うでしょう。なるほど、うん、鉄道模型やる人って作業してるってだけでメガネ1個で済まないんです。はあ。だからそこはもうちゃんとしたホビーグラスとかキャリアグラス、読書用のメガネなんて簡単なんです。この距離で見るよって言ったらこの距離に合わせればいいから、うん、これはこれでリーディンググラスって言えるんですけど、うん、ホビーグラスとかワーキンググラスっていうのはこの範囲からこの距離で見たいわけなので、やっぱりそれ相応のこう度数を持った、よく昔バニラックスとか遠近両用とか、よく遠近両用って車を運転する人にはいいんですよ。メインは遠く用だから。そうだね。で下にちょこっと老眼で、そのこういわゆるズームに当たる部分がうちらのこの辺じゃないですか、はい、うん、そんなの車を運転してたまに地図とか見るよって使い方だったらいいけど、うちらの普段使いでいいわけないんですよ。そうなの。だって遠く重視でしょ、老眼がこれしかなくて、うん、でこの手元見る中間度数がそのどの変わり目のズームの部分しかなかったら、ずーっとこうやってるんですか。そしたら男
これが一番良くないんですよ本当はね。でそうならないように円の部分なんかポンとこう、取り除いてしまって手元が見えるような最近はねキャリアグラスなんていうのもある。そういったメガネなんかもいろいろあるんでレンズの性能によってその値段っていうのが変わってくるので、その辺はこうお店に行って相談じゃないと行きつけのお店とか、あ、遠いのか、ちょっとぐらい遠くてもいいですか。あ、いいよ。あ、じゃあ私の知り合いで優秀な人がいるので、行ってみます。あ、でもいきなり行くのも怖いですよね。まあ、そうだね。なんかお前偵察してこいって言いたげな目ですね。そうよくわかったね。やっぱりじゃあちょっと偵察しに行ってきましょうか。でいつかの動画みたいに、はい、ちょっと遠くまで行くんで、はい、また出張かい。夕飯のおかずには間に合わないと思うんですけれども、あ、でも前回みたいにソラシドエアとかには乗らないので大丈夫ですよ。はい、せいぜいそうだな、乗るとしても特急潮騒とかですかね。行ってきますよ。え、もう行くの？ええ、見てきます。なんだよ。千葉のね、桜ってとこなんです。そう。いやー、それにしてもいいお天気ですね。そして暑いです。はい、千葉県の佐倉市というところにやってまいりました。こちら JR 佐倉駅前から、5分ほどのところでしょうか。目的のお店、メガネショップオリオンさんでございます。はい、店内を見てみましょう。いろいろな商品が揃ってますね。今回のテーマはホビーグラス、ただ私も現場を離れて久しいのでよくわかんないや。ということでですね、このショップのオーナーさんに特別ゲストとして出演していただきたいと思います。それではご登場いただきましょう。パチ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 、はい、はい、奥田さんです。はい、はじめまして、奥田です。はい、奥田さんちょっと緊張されてるみたいですね。実はですね、こちらのオリオンメガネさんの奥田社長は私なゆきちの師匠です。新入社員当時は、大迷惑をかけてばかりでこう本当に黒歴史しかなくてその説は申し訳ございませんでした。今日はよろしくお願いします。でうちのチャンネルなんですけれども、まあ、こう商品たくさんねあるんですけれども、皆さんお困りになってるのはホビーグラスなんですよね。でホビーグラスっていわゆるリーディングとはまた処方が変わるじゃないですか。その、まあ、処方の変え方ですとか、あとはそのどんなフレームが適しているのかですとか、まあ、私もちょっと現場を離れてしまって久しいのと、適当なことを言うとね、このチャンネルご覧になった時にお前俺の下で 何勉強しててんって逆にとんかつにされちゃいそうで怖いので、今日はしっかりですね視聴者の皆様のためにこうお役立ちメガネ情報をご提供していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。これはですね、非常に軽くて、そしてお鼻も痛くならないし、長時間かけてもね、大丈夫な
レンズとフレームをこちらの方がセットになっております。これで、近くのパーツだとかちっちゃなものを見るときに非常に、見やすくなると思います。あ、これ確かに非常にこの天地幅ですね、これも広いので逆に言うと遠近両用とか累進とかまで行かなくても、はい、その近近とか年齢に関わらずですね、見えない時を解消するためのものですね。そしてこういった柔らかいですので、非常にこうこめかみが痛くならないという性質、素材のものです。あ、これは安心ですね、はい、片手でもし取り外ししても大丈夫です。はい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 、はい、そして、お花もこれはもう一体型になっておりますので、あ、確かに花がチクチクするっていうことがないですね、うん、そうですね。あとはこう、うっかり踏んづけたりして曲がっちゃったりとか、そうですね、こうかけ外しが乱雑になって変形しちゃったりとか、はい、そうです、そういうトラブルも非常に少ないんですね。でこういった素材がもう一番最近の人気ですので、まあ、実用性とファッション性は兼ねて、そしてよく見えるような度数を入れれば、使いやすいものができると思うんですが、こういったものが全部ここのほとんどこちらにあるもの、そうです、デザインの違いだけです。あ、結構たくさん種類ありますね、はい。当店はレンズ全部込みでもうはっきり言いまして、これ以上はいただかないという形でありますので、はいはい、1万円があればお釣りが来るぐらいになりますね。あ、例えばそのこう鉄道模型のジャンルといいますとですね、こう、はい、細かいパーツをじっくり見るというのもそうなんですけれども、はい、その細かいパーツを取り付けた後のその車両、それをこうちょっとこう全体的にこうどうかなっていう確認をしたりとか、バランスを見るのにこう机の上に置いて、まあせいぜい1メーター離れるか離れないかぐらいでちょっとこう見る機会が非常に多いんですけど、老眼鏡とかこう細かい専用っていうと、もうその距離しか見えなくなりますが、その対策というのは社長何か。やはり手を伸ばした範囲、まあテーブルの上の方をメガネを外したりしなくてもいいようにする、はい、そういったレンズがあります、テーブルのあたり全般的に見える、そういった近近両用メガネだとか、はい、もしくはちょっと離れた中近両用メガネっていうのがいいかと思います。あ、はい、例えばそれって今ご紹介いただいた形状記憶素材のこのプラスチックフレーム、はい、こういうのにもバッチリ入れられるんですね、はい、ですから、まあこちらのフレーム台にこれを足していただければ、はいはい、それ以上はかかりませんので、あ、遠近両用でプラス8,800円、はいはい、いやでもそれでも2万円しないっていうことですよね、はいはい、2万円持っていただければお釣りが出ますのでね、はい、あ、なるほどですね、はい、すごくおしゃれなデザインの、はい、レディースでこういったデザインですね、一番、優しく見える、そしてファッショナブルなフレームですね。あ、なんか可愛らしいですね、はい、今よくテレビでもかけてる方多いです、出てらっしゃる方でもよく見てみてください。こういったレンズ形がよく流行ってます。昔のこうロイドメガネというかラウンド型というか、はい、そういう感じですね、復活みたいな形ですね、はい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 、一時こうね、本当に私が学生時代なんかウェリントンの伊達メガネとかが流行ったんですけど、はい、あんな感じでまたちょっとブーム再燃です ね。最近は細いよりもちょっとこういった上下の幅がある方がやはり、見やすいみたいですね、視界が広いということもあります。はいはいはい、これは今こう見ますと横にあるこのサングラスのフロント部分なんかがこう横に別にありますが、これはもしかして噂の高機能フレームではいいですか。これを磁石でつけますと、はい、ドライブなど眩しい時にすぐサングラスが出来上がるという形ですね。ああ、なるほどなるほど、簡単に取り外しできます。そうですから、夜はこういった形で、はい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 、外したままでかけていただいてもいいかと思います。いや、これはアイデア商品ですね。はい、これは一石二鳥という形ですか。はい、はい。
で当店は、JR 桜井駅より歩いて5分のところにあります。メガネの方はレンズが在庫であれば30分でお渡しできますので、お待ちいただいている間にお作りしたり、お買い物が終わった頃に出来上がるようにしております。どうぞお立ち寄りください。はい、今日は本当にありがとうございました。ということで、じゃあ次回早速行ってみましょうね。そうですね。あのラーメン美味しいしね。ああ、まあ本当にね。行ったついでに、私はあの味噌つけ麺でいいですから。いや、な誰が怒るんですか。怒ってくれるんじゃないんですか、紹介した俺に。いやー、それはね、だって交通費まで請求してそらないでしょ。ああ。帰りはビールぐらいは出してよ。おいおいおい、目が飛んでるよ。はい、メガネメガネ。はいはいはい。よいしょ。みたいな。はい、ということで今週はその模型作りに役立つホビーグラスのお話というのをさせていただきました。そうですね、はい、次回はですね、みよ吉がこのホビーグラスというのを実際に試してみて、実際に買って作ってみてっていうことで、インプレではないんですけれども、あの実験台にな、実験台、インプレだ、やっぱり実験じゃなくて、あのインプレ撮らせていただきたいと思いますので ね、 そうですね、あの皆様もぜひこの壮大な実験じゃないやにあのご期待ください、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。そうですね、ハテさんでどうなるって駅から暑いっすよ。あ、そう、この季節も暑いね。あ、もう着いた頃には店でビール飲みたくなりますからね。やっぱそこか。もうでも検査の前にビール飲んじゃダメですからね。あ、そうなの。はい、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう、はい、皆さんごきげんよう。ごきげんよう、さよなら。メガネでしょ、この動画。今日も動画を見てくれて本当にどうもありがとう。他の動画も見てみてね。チャンネル登録や高評価、リクエスト、コメントもお待ちしてます。お待ちしてます。でも、うん、うちのレンタルレイアウトに来てくれるのがもっと嬉しいよね。ああ、そうだ ね、 ね、はい、ご予約やお問い合わせはこちらから。はい、ご来店をお待ちしてます。来てね。